はい、どうもスタンブルガイズやっていきます。あれ、なんでこいつ声出しをしているんだと。まあ声ないとやっぱりつまんないと思うんで声出ししています。まああの AI の実況はどこ行ったと。まあちょっと声出ししたい気分だったからしました。まあちょっと今回のアップデートといろいろとアップデートが来たんで、やっぱりアップデートを紹介していきたいと思います。まずはここのパーティーっていうところ押すと、これノーマルゲーム、カスタムゲーム、これ神アップデートです。カスタムゲームを押します。これまず最大プレイヤー数決められます。しかもこれ一人練習できるかな。でこれラウンドも選択できる。でこれ一番神なとこが、これ全てのマップ、これやばくない？選択できるよ。でこのカスタムゲームでこれ一人練習、これ選択、これ消して、まあちょっとね新ステージ、これ気になる、紹介します。新ステージ、これだけで作成、これプレイできます。はい、これ待って、ラグ、これ新ステージやばくない？ちょっとね一回練習したい。どうなってんの？うお、え、うん、おー落ちんのねそれ。あーこっちちょっと遊びたい、ふざけたい。あ、こっちね。また新ステージやっていきます。ここはん、やばいやばい、あー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 、これ意外と難しいな。これこれが例の情報のアップで、ここどうなんのこれ。あ、ここ乗るのね。え、ここ行けたりする？あ、ここ行けるね。ここ行けたら発見しちゃったよ、ショートカット。ちょ待って、一回待って、これどうなの？こっちから行ったらどうなの？すえー、それ透けちゃうの？あー、これが例の車。あ、これジャンプできんだ。あ、これキック反応しない。待って、意外とむずい。これ視点の切り替えできないぞ。これやばいやばい。あ、クラッシュ、うお、クラッシュ、これやばいぞ。多分これ緑の方だったら加速するんだね。待って、これジャンプやばい。これ画面用意してる、やばい、自分酔いやすい。待って、やばい、え、ちょっと待って、これいけるな。あー、なるほど、そういう感じね。ほら、お、うまいうまいうまい。でこれでゴールと。素晴らしい。